何か締めに。じゃあせっかくならこの名物の柚子南関だし何にしようかな。失礼します、お待たせしました、柚子南関だし何です。すごい美味しそう、こんな綺麗な稲荷初めて。じゃあこの2個私がもらうね。じゃあいただきます。すごい重みがある。おいしい。具を作って出汁がじわっと出てくる感じが、もう予約してくれてありがとう。次どこ行く？あとで決めようか。味しないや。